無事でよかった。敵だ、気をつけろ。おい、レント、背中は任せな。背中は任せたぜ、ボス。わかりました、ライザさん。これでまだいける。沈み刻みのライバル、とどめだ。フェデリーカさん、任せるね。フェデリーカ、やれるな。もう一度投げます、当てられる。力を打つ。やった、一体倒したの。さすがです、クラウディアさん。もう一度クリシマナ、切り取られなさい。とどめだ。雪のように見えるでしょ。当てるよ。それならライザさん、お願いしてもよろしいですか。鍵が作れるかも。まだまだ、とどめだ。見えてますよ、あたしたちの勝ちだね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。どこに行くのさ。ここがいいな。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。サルドニカの街並み素敵だよね。これで大丈夫ですか？ありがとうございます。って私が感謝することでもないですね。自分が住む町が褒められたら嬉しい、いいことなんじゃないかな。どこか行くのか？ここでいいの？のどかでいい場所じゃねえか。うん、はあ、ちょっと眠く。わざわざ見送りに来ていただいてありがとうございます。短い間でしたけどお世話になりました。ああ、全く短い間だった。もっと教えたいことが山ほどあったのだが。俺もだ。ああ、でも当分デュエット溶剤の溶法をガラス派全員で研究するから、それどころではないか。無駄遣いはするなよ。溶剤は共有財産だ、両派で扱うものだからな。そっちこそやめてください。二人とも両派は最後まで対立していたなんて思い出を皆さんに残したいんですか？これはこれでらしい思い出になるよ。フェデリーカもこれでお別れなんて思わずにさ、出会った時みたいにまたすぐ来ればいいよ。そうそう、むしろ前より身軽になったんだろ。あの鍵でことが解決して俺たちが解散してもライザはいるだろうしな。みんなを呼び集める手配もしてあるし、空間島経由なら手紙も早く届くよ。
皆さん、ありがとうございます。本当に。大変だったけど、とっても充実してたよ。それに何より、とっても楽しかった。またね。ところで、対立がやや沈静化して仕事も楽になったとアンナが言っていたな。組合本部を通さず直にやり取りすることも増えた。それは楽にもなるだろう。なるほど、組合長代理も暇になるというわけか。しかし取引や調整はどうなんだ？そっちは争いの調停がなくなって暇になった派閥の頭領が二人もいるようだ。なら組合長代理も長期出張なんかして町を開けても大丈夫ってことか？そうだな。今までの苦労を誰もが知っているし、町の誰も文句は言わんだろう。二人とも、でも私は。お父上は多くの地を旅され、立派になられた。娘も、そろそろ良い頃合いだろう。お嬢が慌てて帰ってこない程度には仲良くしておくさ。荷物は後でアンナに送らせる。さあ、行きな。フェデリーカ？ライザさん、私も連れて行ってください。せめて皆さんが解散する時まで。ただいま。いや、やっぱり空剣島は落ち着くよ。サルドニカもいいところだったけど、里帰りってのはまた別の感じだからね。ガキの頃からずっとここを出たいって思ってた俺たちがこんな気分になるとはな。勢いでついてきてしまいました。アルベルタさんもサベリオさんもいいって言ってくれたんでしょ？それはそうなのですが、人をまとめる立場だと慎重にもなりがちだが、時には思い切った判断も必要だぞ。ま、ライザは思い切りすぎだけどな。へえ、これくらいの方が楽しいでしょ。子供の頃から皆さんほどの冒険者なら溢れる才気をさぞ持て余されていたんでしょうね。溢れてたのは才気じゃなく負けん気だけだったぞ。こいつら三人は村での務めもろくに果たさず。こら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 、余計なこと言わない。フェデリーカ、ボスの証言は当てにしないように。本当に信頼し合った仲間だと伝わってきます。何言ってるんだ、もうフェデリーカも仲間なんだぞ。そうですね、そうでした。まだ実感がなくてすみません。さ、まずはどうしようか。ひとまずアガーテ姉さんに帰ったことを連絡かな。うん、アガーテ姉さんのところに行こう。
何してるんだろうな、あの人。行ってみるか。見つけた。いいもの手に入るかな。さあさあ集めちゃいましょうね。ゆっくり見ていってくださいね。何をお探しですか？また来てくださいね。ロミーさんに会いたくなっちゃった？お、何売ってくれるの？ふむふむ、いいものが手に入ったよ。ありがとね。店のもの全部買ってくれたら。おかえり。みんな元気そうだな。ただいま、アガーテ姉さん。私たちの新たな仲間をご紹介いたします。おや、あなたは。短い間かもしれませんが、ご厄介になります。以前はその交渉上のこととはいえ傲慢な態度を。いえ、そのようなことお気にされずとも。ライザ、どういうことだ？まあ、いろいろあったんだよ。すっごくいい子だから、
優しくしてあげてね。そうか。ではこちらこそよろしく。島の方こそ変わりはなかったのか。特に知らせはなかったようだが。地震もあれ以降は起きていないな。変化といえば少々困ったことは起きているな。困ったこと？悪いことじゃなく？まあ悪くもあるんだが、実は興味本位の旅の者が不用意に入り込んで怪我をしたり追い返されたりしていてな。未知の遺跡に踏み込む危険は普通の人には分かんないか。現状向こうから湖を渡ってくることはないんだが、すぐそこに魔物の島があるのを不安がる者は多いな。準備ができたらまたカーク群島に向かうよ。いろいろと解決できるかもしれないんだ。お前らならば心配もいらないか。気をつけて行ってくるんだぞ。行ってきます。